はい、こんばんは、島津です。地獄戦闘 RE 第2話目です。前回はですね、もう情報量がね、多すぎてね、もう仕事辞めたいって、思ったんですけど、この子はちょっと真面目なんで、これからね、2日目に挑むみたいです。はい、果たして2日目は 何が待ってるんでしょうかね。それでは早速行きましょう。また、雨が降ってるけど、行かん方がいいですよ、そこ。カーヒーが住んでますよ。あれ？特に話すことはできない。やめた方がいいですよ。カーヒーがいますよ、カーヒーが。あ、開いてる。みんな開いてる、開いてる。開いてる？開いてた、開いてた。ああ。なんとなくね、予想はしてましたよ。あんな個性豊かなね、電気屋をなくすわけがないと。絶対、お、言うた。誰や、あなた。絶対ミックスさせてくるだろうなとは思ってたんだけど。ね、恒例の扇風機ですよ。うん。で、待って、店員さんがいる。店員さん、あなた。誰？何、何、何？何？どうした？どうした？ここも、不気味さがパワーアップしてますね。話は聞けないんだ。女ーん。でかいバージョンがいる。ここで買ったラーメンだったみたいね。だから一回来てたんだ。すげえ広いんだけど。奥、なにこれ、射撃場がある。射撃場つうか、射的場があるんだけど。なに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 ？何？チラマルを撃てっつってるわ。チラマルだったよね、名前。チラマルを撃破しろっつってる。これもなんか分岐に入ってくんですかね、エンディングの。うん、レジにて50%オフ。猫もいるし。ん？喋んないよ、この子。あ、ぐるぐる言ってるわ。梅木さんだって。まあ、特に今何もすることはないですね。ちょっと射的していこうか。結構銃でかくね。でかいんだけど。でかいんだけど。ゲーム開始。構える撃つ。おお。射。あ、これ撃てってこと？はい。これは違うんじゃない？だよね。あ、おお。これ撃っちゃいけないんじゃないの？チラマル撃っちゃいけないかもね。まさかの射撃場があって。びっくり。あ、雪女だ。うん。雪女。あ、これは撃っていいんだ。これ何ですかね。過去のゲーム作品のやつをね、出してるんだよね。これ赤マント。うん。はい。これ、あれだもんね。花子さん。いや、めっちゃ楽しいんだけど。ちょっと待って。本作これはね、すごい話題になるよ。うん。大丈夫、チラマル。君は撃たないから。OK。FPS 慣れしてる俺にはこんなのお茶の子さいさいさ。なるほど。なるほど。あ、外した。ごめん、チラちゃん。しかもこれ貫通するよ。貫通する。2体まで。何？あ、ご、あの、お、ボーナスタイム、ボーナスタイム。ボーナスタイム、打ち放題になった。これは打っていいのか。金のチラ丸は。ボーナスタイム、ボーナスタイム。打ち放題、打ち放題。終わり？終わった、終わった。あ、やっぱね、チラ丸を打つと、マイナス200だ。うん。あー。来た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 、アイテム。うん。これあったよね。どこにあったっけ？隣の会員さんの家にあったわ、これ。テーブルの上に置いてあった。つまりこれを集めないといけないんだ。ということは、エイム力もちょっと求められますね。70体でしょ？ 70 体やろうか、しっかり。OK、パーフェクト。射的マスター。パーフェクトになったからって言って、ああ、
特にもらえるもんはないわ。とりあえず今そうだね、もらえるもんはもらったって感じですかね。あれ、花が散乱してる。散らばっちゃってるよ。風でか。風で飛ばされたんですね。神社来たけど、神社は特に異常ないね。行きましょうか。昨日は大変だったね。たまったもんじゃないっすよ、1日目から。なんなんですか、あれ。あいつ、レイだっけ？あいつレイか。そういえばレイいなくなってたんだよね。どうやら忽然と消えていたレイだったみたいです、チャラをね。うん、あいつレイだっけ。飲みすぎてたみたいなんだ。いや、私にはそうは見えませんでしたけどね。若いやつに多いんだよ。たまにあるけどやめてほしいよね。髪見たんですけど、私隠し事はちょっとやめてほしいですね、大家さん。あの浴場に猿がいっぱい。そう、これもちょっと聞きたい。あの猿は何なんですか。ああ、猿。猿。田舎だからね。いや、田舎にしても多いと思うよ。田舎にしても多いと思うよ。猿なんてそこら中にいるよ。いないよ。おい、田舎住みだけどいないよ、近くに猿なんて。この辺ではよくあることだから気にしないで。まあ、はい、分かったんですけど、衛生面では大丈夫ですか？営業停止になるんじゃないですか？大丈夫ですか？じゃあ今日は壁掃除ね。壁掃除。壁の汚れに洗剤をかけて、その後たわしでこすってね。はい。洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ。はいはい。今日も掃除が終わったらお風呂に入っていいからね。わかりました。ああ、そうそう。今日は常連の圭一さんが来る日だ。圭一さん。久しぶりに来てくれるんだよね。はい。この日を楽しみにしてたんだよ。圭一さんって、旧作にも出てきた人ですよね。スーツを着たいかつい感じの男性だけど、必ずお通しするようにね。じゃあ任せたよ。はい、確かね、圭一さんっていたと思うんですよ。いらっしゃい。はいはい、はいはい。ボディーソープ、ウェットティッシュ、タオル、あ、ごめんなさい。あ、暑いね、ちょっと。なんですか、あんな。はい。自分仕事遅すぎるで。え、早いでしょ。若いからって仕事ができるんとちゃうんやな。もっとちゃちゃっとやらんとあかんね。私の方がこの仕事できるんとちゃう。変わって、じゃあ、変わって。どんだけあの、この後大変になるか、ちょっと体験してくださいよ。その後、ちょっと感想を聞きたいですね。舐めとんちゃうぞ。くそ。できればこの熱々の状態で、はい、もう入れてやりたいけど。ね。また、大家さんに怒られちゃうから、ちゃんと温度は下げようね。よいしょ、OK。もう熱々の状態で入れてやりたい。あんな態度を取る人は、大丈夫か？迷惑行為はしてないね。OK。温度の湯加減のね、あの調整の仕方も学んだ、学んだので、大丈夫な気がする。今日はもう、あの、ミュージック2を聴きましょうか。はい、あ、しまった。よいしょ。色白ですね。とんでもなく色白ですね。タオル、ボディーソープ、シャンプー。はい。シャンプー。はい、はい。よいしょ。お嬢ちゃん、それなりにいい体してるが、もっと痩せた方がモテるぜ。料理なんかはできるのか？はい。女なんだから当たり前だよな。そういうのね、やめた方がいいですよ。時代、あ、そうか。あの、ガラケー使ってたから時代は現代ではないか。
今の時代だといろいろ言われますよ。まあお嬢ちゃんならギリギリだけど。合格かな。何様よお前。俺の女にしてやるよ。結構です。恥ずかしがり屋さんなんだな。嫌いじゃないぜ。まあ今日のところはとりあえず風呂入るわ。温度大丈夫か。さあまあまあ状況を見て。まあ今のところ大丈夫かな。はい。まだ来ない。大丈夫。何も、怪しいもんはありませんでしたね。一応監視します。まあまあ大丈夫そう。来る？あれ来ないよ。走らない。はい、オッケー。来た。はい。シャンプー、ボディーソープ、カミソリ、タオル。はい。はい。シャンプーですね。ボディーソープでいいんじゃないですか。ボディーソープでいい気がしますけど。はい。はい、はい。はあ。今日って客結構来てる？いや、そんなに。そっか。まあでも、いないことはないよな。一杯来てくれるといいな。どういうこと？どういうこと？あんた。あ！お客さん。お客さん。あんた、お酒飲んでんじゃない？ちょっと待って、そのまま帰るんだけど。お客さん、どうした？あ、これ、なんか見たんだ。あの人、なんか見たんだ、ここで。こら、ダメダメダメ。帰って。はぁはぁじゃねえんだよ。最後に君の写真を1枚撮らせてくれ。2枚撮ったね。どれ？うわ！そうだね。何か見たんだよ、あの人、ここで。近寄らないでくれ。もう帰るから。帰れ。ハゲ。ちょっと待って。チーンになったけど、待ってね。よいしょ。待ってね。よいしょ。またほら。なんでか、待って、なんでか、女湯はね、上がる。なんかあるね、女湯。勝手に温度が上がるってことは。何かがあるよ。はい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 。はい。タオル、ウェットティッシュ、ボディーソープ。はい、よいしょ。はい。どうして？どうしてあんたみたいな小娘がここで働いてんのよ。いや、大家さんが働かないかって言ったからですよ。電子。電子ってさ、前の電気店のさ、店主じゃなかったっけ？だったよね、電子。間違ってたらちょっと申し訳ないけど。うん。今回はお客さんとして来たって感じですかね。あいつ、私が働きたいって言っても雇ってくれなかったのに。どうせ、あんたみたいな子には、ここの戦闘は務まらないわよ。持って、あと3日ね。ふん。出ましたよ、また。意味深な言葉。3日。ほらほら、勝手に温度上がってるよ。今上がったよね。ワンゲージ上がったよね。いやいやいや。なんだこ、なんだ。なぜ女湯が、なぜ女湯だけ温度が上がるんだ、勝手に。あ、ちょっと。え、どうしよう。紙だよね。紙を禁ないでほしいんだけど、書いてもらおうか。あんたみたいな小娘になんで、返されなきゃいけないのよ。私が何をしたっていうの？いや、髪、これ髪染めてんの？それとも髪切ってんの？あんた、このバイトは無理ね。血が出た。え、なになに？
血が出たんだけど。いや、これ、正解だよね。髪切っちゃいけないって言ってたもんね。あ、髪を染めてもいけないって言ってたよね。あ、いやいやいや、ちょっと待ってね。ほら、毛染めや髪切りをしないでください。だから正解。よかったよかった。いや。タオル、ボディーソープ。ボディーソープ。はい。で、タオル。オッケー。はい。毎度。はい。何ですか？いや、何でもない。怖い。なんか見てた。なんか見てたよ。なんか見てたよ。なんか見てた。ああ、ビビった。すげえビビった。あ、やばい。これちょっと待って。下がってる。どうした？どうした？なんか話したがってる。話したがってるけど、ちょっと待ってね。入れてくる。あれ？なんかおったね。なんか普通におったね。やめてやめて。ほんと夜中だから勘弁して。おい、おい、おい。まだか。よいしょ。どこしよう。いいかな。オッケー。ふぅ。落ち着いてきた。ああ、ごめんね。はい。話を聞く。はい。いや、タオル。拙者、タオル欲しい。日本のタオル小さい。わかりました、持ってきます。タオルを2枚欲しいっつってるんだ。あ、砂金庫だ。いや、どうも、先ほどは。ちょっと待ってね。はい、どうぞ。はい。ありがとう。はい、ありがとう。ごゆっくり。はいはいはい。はい。タオル。タオル1枚でいいの？洗剤はいいの？はい。どうぞ。清く正しく美しく、エマチーです。エマチーって名前みたい。はい。戦闘なんて久しぶりで、テンション上がります。なんかしそうだね。ちょっと、気配っとこうか。あっちは大丈夫な気がする。あっちはね。あ、水着を、なんか水着着そうだったから、ちょっと注意して見てたけど、大丈夫かな？大丈夫。あ、いたいた。いや、ごゆっくり。あ、待って。女湯、温度上がった。ちょっと待って、まだ入んな。あれ？あ、エマチいた。エマチ待って。エマチ待って。エマチ待って。ちょっと待って。勝手に温度が上がったの。ちょっと待って。エマチ待って。あ、勝手に、え？次は勝手に下がった。ちょっと待って。壊れてるって。壊れてるって。女湯のボイラー。どうなってんだよ。ごゆっくり、エマチ。エマチ、ごゆっくり。おー、ガンギ待ってんね。はいはい、待ってね。待ってね。ガンギ待ってる人が来た。あれ？消えた。あ？あ、待って。被害者になってない？そんなすぐ。ねえ、まだ浴室入ってた、浴室入ってたんだけど、ねえ、こんなすぐ出てはいかないよね。話を聞く。タオル、ボディーソープ。あれ、餌食になったかもね、あの人。はい。あ、はい。チ。早くしろよ。早くしたじゃねえか。熱々の湯に、浸してやろうか。浸してやる。つけてやろうか。ああ、持ち案悪い。最悪。おい、大丈夫か？あの子。おお、ちょっと待って、怖い怖い。なんでそんなところに。きっとあの子の霊だ。しまった、ちゃんと見てなかった。連打しすぎたわ。そう、このフータってトイレに入ってたんですよ、何日目かに。だからもしかしてって思ったけど、いた。本当にいた。きっとあの子の霊だ。あの子は殺されたんだ。あ、違うんだよ。僕はただあの可愛い子。ここは危ない。あ、教えてくれてるんだ。うん、警告しにここで待ってたんですね。
警告してあげようと。おいらと一緒にここを出よう。え？仕事？そうか。ふーた、遅刻ありがとうね。その気持ちだけは受け取っておきます。うん。ちょっと待って。すげえ上がってる。次は男湯の方が上がってる。はいはい。タオル、ウェットティッシュ、カミソリ。はい。はい。銭湯を楽しみにしてたんだよね。はい、ごゆっくり。あ、待って、ごゆっくりなんだけど。ちょっと上がってるから、下げてこようか。あの人は？まだ？あれ？いなくなった、あの人。見当たんないよ。サウナ？あ、男湯のサウナ室。うん、復活してる。確か故障中って書いてあったよね。あれ、あの人消えたよ。あの人いなくなってる。はい。あ、あんた、お隣さん。え、なになに？あ、特にいらないってこと？お金だけ払っ、うん、お金だけ払って、行きましたね。あ、あれ？あれ、どうした？お前何してんのよ。おい。そ、もうこいつ最悪だ。最悪だ。痴漢じゃん、こいつ。しまった。薪をくべに行ったのがあだになった。霊に襲われたんじゃないかなって心配してたけど、痴漢じゃん、こいつ。で、あの人だけど、あれだね、よく見たら、似てるね、丸山徹に。こいつじゃないもんね、丸山徹。うん、そうだよね、180だよね。あいつではないわ。くそが。そうだね、丸山徹じゃない。あ、だ、丸山徹だ。ん？あ、怖いんだけど。くそ、あの痴漢のせいでパーフェクト逃した。え、ついてきてる。電話する？電話してって書いてあったよね。ピンときたら。電話できる？電話はできないわ。帰るの？帰るわ。なんか様子を見に来たって感じがすんね、戦闘の。うん。戦闘の様子を見に来ただけっぽい、あの人。何かあるんでしょうね。ボディソープ、シャンプー、カミソリ、ウェットティッシュ。はい。ウェットティッシュ。はい。よいしょ。あんたさ。はい。若いのになんでこんなとこで働いてるわけ？他にもっとあったでしょ？成り行きで。成り行き？どうせ、ニートかなんかだったんでしょ？いかにも私、かゆわくて働けませんって感じだもんね。で、男は？男。彼氏はいるかって聞いてんの？いません。あっそう。あんたはそんな感じするわ。まあ、彼氏がいたとしても、しょうもなさそうな男だろうね。あんたにはそんな奴がお似合いよ。もう、ここら辺の住人どうなってんの？義務教育受けてんの？この近辺の奴ら。もうそれぐらいモラルがないよ。はぁ、あ。もう飲まんとね。飲まんとやってられんね。これ終わったら掃除とかいろいろして。うん。飲もうぜ。はい。まあ、異常なし。いいわ。まあ、ギリセーフかね。オッケー。はぁ、あ。疲れた。もうちょっとストレス溜まったわ。もう、やることないから、とりあえずチェックね。あれ？あ、待て待て。あいつどこ行く？奥行ったぞ。なんで奥行った？あ、待て待て。いないいない。消えた消えた。あ、ちょっと待って。サウナ行った？サウナ入った？あ、あいつ裏、
あいつ裏口、裏行ったよ。でも消えた。つまり、あいつが犠牲者。あ、あなたは、聞いてます、話。はん、話聞いてます。え、タオル、カミソリ、ボディーソープ。はい。タオル、カミソリ、ボディーソープ。あなたのことは聞いてます。はい。新しい。そうです、バイトの子です。俺、ケイチってんだ。はい。これからよろしくな。どうぞ、ケイチさん。ごゆっくり。またあの女消えたんだけど。あ、マジでどこ行った？現れないようだったら、次の犠牲者でしょうね。いないもんね。うん。で、ちょっと下げとこうか。うわー、霊が出てきた。そうだよね。ほら、別に扉もないからさ。今んとこね。今んとこ見る限り扉ないからさ。連れ去られたんじゃない？今の女に。な、背中を流してくれないか。わかりました。流しますけど、ちょっと待ってね。周り見てくるから。いやー、マジビビった、今。うん、そうだね。はい。あの女は行方不明になりました。じゃあ、温度大丈夫。流そっか。客も来ないし。はーい。はい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 。また、え？あ、びっくりした。入れ墨が落ちたのかと思った。また、いい感じの、ね、終わりました。いい感じの、デザインですね。なあ、なんでこんなところで働いているんだ。ジョーちゃんみたいな若いもんが。あ、いたな、ケイチさんって確か前。同じ質問されたわ。銭湯のオーナーと知り合いで。そうかい。俺の女にならないかって言わんかったっけ、この後。あのおっさん、おじきか、なんかか。まあいい。ここの戦闘はうちがバックについてるから安心だぜ。そうなんだ。圭一さんがケツ持ちみたい。俺たちのおかげで成り立ってるようなもんだ。戦闘のオーナーも昔からいけすかないやつだが、ちゃんと俺らの指示に従ってるから、まあ少しは好きにさせてやってる。ジョーちゃんを呼ぶことも俺が許可したんだぜ。あ、そうなの？でも実際に会って気が変わった。お前、こんなとこよりうちの会社に来ねえか。あ、ごめん。会社で働かないかっていうスカウトだったね。俺の女っていうよりか。ジョーちゃんだったら、そうだな。それなりにいい待遇にしてやるよ。結構です。いい度胸してんじゃねえか。お前みたいな弱い女、断れる立場じゃねえんだよ。俺や、お前を無理やり会社に入れることだってできる。は？上、話。え？これまずくない？倒れるよ。あの女の霊がやったんでしょ？暗転したから、どうなったかと思ったけど。倒れんだったら外で倒れてくださいね。はい。はい。お疲れ様でした。ちょっと中で倒れられると困るんで。外に出たらもう管轄外なんで。はい。お疲れ様でした。OK。今の話からさ、入れ墨を入れていた女の人が言っていた親分だっけ？親分って、圭一さんのことだ。だからあの女の人は知ってたんですね。大家さんは、一般人。うん、仇ですね。で、
あの圭一さんの組がバックにいる、ケツ持ちしてるみたい。今日は仕事を間違えずに頑張ってくれたね。頑張りました。ちょっとね、あのミスがありましたけど、まさかね、あの堂々と痴漢を働くやつがいるとはちょっと思ってなくて申し訳ないです。やっぱりマイナさんを雇ってよかったよ。はい、ありがとうございます。ところで圭一さんはちゃんと来た？あ、来ましたよ。圭一さんの様子はどうだった？鼻血ブーでした。鼻血ブーって久々使ったわ。うん、急に鼻血出して帰りました。何か変わったこととか？少し様子がおかしくて。そうかそうか、あの圭一さんでも。圭一さんに何か起こる可能性があることを知ってましたね、大家さんは。やっぱり呼んでよかったよ。じゃあ掃除してから帰ってね。マジ結末気になる。すげえ気になんな。何が起きんだ。じゃあ何ビチャっつったぞ。大丈夫？じゃあ今日は壁掃除。はい、シュッとやって、はい、シュッとやって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 、よいしょ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 、はい、オッケー、はい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 、あれ、明日、はい。ちょっと手間かかんね、この汚れ取りも。はい、終わりかな。バンダイのベルの音行ってみよう。はい、ボイラー室から煙が出ている。確認しに行こう。煙が出てるわ。警報器もついてたんだ。やっぱこのボイラーおかしいよ。勝手に温度上がるし。あらあらあら、あれ、なんだ、中に何か入ってる。ブレスレット、ブレスレット。警報が鳴ったんで来たんですけど。どうしたんだい？あの警報が鳴ったんで来たんですよ。煙が出ていて。まあまたか。俺が直しておくから。あ、お風呂でも入って帰りなさい。わかりました。あぶねえ、口止めっていうか、まあ口封じされるかと思ってちょっとヒヤッとしたけど、ね、今ブレスレットが出てきたから。まあこっからブレスレットが出てきたっていうことはそういうことですよね、あのボイラーの中で。うん、まああとあとね、詳しい話は出ると思うけど。さあ今回はどんな怪異が。カミソリあんだけど、カミソリ取んないよね。OK。なんだ。あのって聞こえたけど。うわあ。ちゃんと出てきて。今日はゆっくりお風呂に浸かろう。ちゃんと出てきてほしいね。出てくるんだったら。あ、来るかな？どっちにいればいいかね。名シーンですよ、このゲームの。あ、はい。すみません。そちらにどなたかいますか？はい、います。あ、昨日のどうされました？私はここの従業員で。はい。あの、そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？あ、はい、わかりました。はい。
どうやってこっち来たんですかね。下から来た感じでしたけど。投げますね。はい。いいかな。おお。お、まだ戻ってきた。え、そんなにあっちが嫌なの君。そんなにあっちが嫌なの。でも、帰りなさい。大丈夫？おーおお、まだ戻ってきた。次は上から戻ってきた。どうしたのね。すみません。そちらにどなたかいますか？はい、まだいますよ。え、はい、いますよ。私はここの従業員で。はい。そっちに行ったあたり、私の方に投げてもらえませんか？はいはい、投げますけど。待って、今、こっちから聞こえてきたよ。大丈夫か？わかりました。ちょっと。主人の元に帰りなさいって。主人の元に帰りなさいって。もう、何が嫌なの？どうしたのね？お？なんだ？出れないけど。ん？あ、そういうことか。ごめんごめん。こっちから聞こえてきたって言ったけど、あっちにいるんだ。はい。あ、なんか、汚れてる。いますいます。さっきからあなたとやりとりしていますけど、同じことしか言わないね。はい、投げます。投げるしかないよね。うわ、髪の毛がついてる。汚れてるかと思ったけど、はい、戻ってきた。ん？うん、はい。いや、マジ怖え。戻ってきた、戻ってきた。さらに髪の毛がついてる。剛毛のアヒルちゃんになっちゃうよ、このままだと。あ、どうすればいいんだ。すげえ怖い。え？また？あ、もう触れない。来るぞ。来るぞ、なんか。例のシーン来るか。ん？お？触れないよ。ほら。あ、沈んだ。お？位置が悪い？あ、後ろにいた。あ、また潜った。何？助けて。助けて、怖いよ。どこ？次は。はいはい。そっちに、はい。聞いてる？聞いてる。聞いてる。はい。あそこ誰もいないよね。ああ、髪。髪が降ってきた。髪が飛んできた。ああ、ああ。怖いよ。あ、坊さん来た。今頃。坊さん助けて。坊さん助けて。ここやばいよ。もう、俺はね、行きたくないな。わかる？わかる？行きたくねえよな。よく耐えたよ。むしろよく一日でやめなかったよ。俺はあなたを褒めたい。あなたを褒めたいけど、でも行かないといけないんだ。そういう設定なんだ。そういう設定なんだ。もう行かないといけないんだ。バイトを受けなきゃよかった。現実ならこっからね、飛んでも何ら問題ないはずなんだけど。設定なんだ。あなたは行かないといけない設定なんだよ。誰がノックしてきてる。ちょっと待って。ここどうなってる。あー、もう、辛い。辛い。ここは。あ、また髪がね、戻ってきてるし、増量してる。うん、ほら。ここにありましたね、例の板。そうだね、髪が増えてますね。今回。はい。
というところで、本日はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。2日目のバイトもどうにか終わったんですけど、高カロリーでしたね、やっぱり。今日はここまでにしておいて、次回3日目ね、頑張ってやっていって、クリアまで持っていくんで、よかったらね、また次回も見てやってください。それでは、地獄戦闘 RE になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。